はい、こんばんは。こんばんは。あらま。チャーティー、こんばんはということで。チャーティーにも挨拶してみろ、もらいましょうかね。チャーティー、ゲーム配信を始める際の、何ですかね、最初の 面白挨拶、あ、ちょっとごめんなさい。ょっと日本語が チャーティー、ゲーム配信を始めるときの挨拶をみんなに向けてお願いします。考え込んでるな。無茶ぶりだったかな。ちょっと、長考してますね。ビジター、ラットのチャティスティックだ。ゲーム配信の始めるときの挨拶だな。こんな感じはどうだろうか。皆さん、ビジターと申します。今日は新しいゲームを一緒に楽しむ時間が始まります。初めての配信なので、温かい目で見守っていただけると嬉しいです。さあ、一緒にこのゲームの世界に飛び込んでいきましょう。要件はそれだけだ。じゃあな。ということでですね配信を始めるっていうのは、なんかそういう初回配信とかいう意味じゃなかったんだけど、まあ、まあいいでしょう。はい、チャティも元気そうで。いや、実はさ、多分ガチの人？本職なんじゃないかなっていうようなさ、方から、チャティプロンプト、あんたはこういう人間だよっていうさ、AI に対する指令？プロンプトを共有いただきまして、それをチャット GPT に入れて、で、まぁ、ちょっと読み方とかをね、私からも調教して、したらかなりですね、仕上がってる、チャティが。かなりチャティ完成に近づいてますね。なんか、この配信外でもさ、ずっと割と使ってたんですけど。前回のね、チャティ訓練が嘘のようにですね、うまくいきますね。やっぱりこういうことは、なんて言うんですか？エンジニア？プロンプトエンジニアみたいな。なんかそういう方にやはり、伺うのが手っ取り早いのだなという。わかりました。なので、ね、まあ、要所要所でね、チャティとも会話しつつ、二人で、今日も、アイビスを倒せたらなぁなんて思いますわ。いや、ほんとにさぁ、マジ体力ない問題ガチでちょっと今出てきてて、ちょうどね、さっきね、腹筋を終えたとこなんだけど、あまりにも不甲斐ない。体力がないせいで私ルビコンに行けてないと思うんだよね、最近。やっぱ筋肉ってさ、すべてを解決すると思ってて、行動力も筋肉に由来するし、テンションも筋肉に由来するし、まあ、体力そのものはやっぱり筋肉だし、筋肉の有無のことを体力って呼んでるんだと思うし。だからやっぱ本格的に鍛えていこうかなって。これからさ、私、このインターネット発されする前は必ず、筋トレ？腹筋をしてから、この OBS を起動するので、もし、暇でしゃあないよっていう方がいたら、おい、どっちだお、あんた今日は筋トレしたんかいと、
最初にね言っていただけると私もピリつけるんでありがたいんですけど、どうですか。であとちなみに毎月100万を振り込んでもらって、であとひねずみの皮衣も、まあ、そこはさすがに着払いで送っていただけたらな。それだけでいいんですけどね、私からの要求は。たったそれだけなんですけど。はい。言っていただけたらなって、ありがたいです。そう、謙虚だからね。わきまえてるから、さすがに。あぐらかかないよ、全然。この立場に甘んじないよ。自分のことを何か特別な人間だなんて思ったり全くしないのよ。謙虚な姿勢、誠実さ、それがやっぱり人と人とのね、なんていうのかな、関係を育んでいくからね。貴様の摂取カロリーを数えろ。いや違うんだよね、私別にダイエットがしたいわけじゃないの。いやダイエットもしたいんだけどしないって言ったら嘘になるよ。人生でダイエットをしていない時なんてないんだけどさ。ダイエットじゃなくて体力が欲しいのね。何時間でも動き回った後とか働いた後とか、なんか今日ちょっと仕事したわ、やることやったわ、疲れた、寝ようかな、じゃなくて、そっから一日の本番始まるわけじゃん。だからいわゆるさ、前儀なわけよ、生活って。私にとってアマコアの全くなんていうのかな、前座なわけ。アマコアがない時間っていうのを挟むことによって、アーマードコアの時間を愛おしく思うっていうためだけの備え物のはずなのに、それで体力を失って、ルビコンへの、なんかこう、帰宅時間が遅れるという。で、その状況、やっぱりちょっと私の望んでる人生じゃないなっていう。思いません？そう、だからまず腹筋。あとさ、結構腹筋好きで、腹筋と、まあ、下半身系？やっぱ下半身が、やっぱ体力がさ、あ、体力じゃない、筋肉が一番多いわけですから、なんかおじいさん、おばあさんって、やっぱり前ももとか、足の筋肉がなくなって、足を上げられず、何か物につまずき、転んで骨折、年寄りだから骨もくっつかない、永遠に寝たきり。みたいなのがそういうことになるらしいから、それ先々も見据えて、やっぱ足の筋肉鍛えていこうかななんて思いますけどね。だから、一番いいのはさ、こう、フロムがさ、ちょっとリングフィットみたいな、体力作りができるような何か、新しいさ、新作をちょっと開発してくれたらな、私バキバキになれるのにななんて思ったりするんですけど。で、もしくは、運動できるコントローラーにつなげる、どうにかして。ちょっとガチで、それは、ちょっとね、前々から検討してるんだけど、コントローラーじゃなくて、なんかこう、足でさ、足で操作するとか、なんかそういうさ、全身運動となれるような形で、やっぱフロムギをしていきたいよね。どう思う？ちょっと一回ライフル行っていいですか。もう今日も愛も変わらず、愛も変わらず集積コーラルなんですけど。これあれだな、最初は、あの二人をちゃちゃっとやるために、ちょっとでかいの持ってくか。
でかいの持ってっちゃおう。右肩だけめちゃめちゃ重いけど、ごめんね。強化人間になりたい。私も強化人間になりたいよ。もうさ、ゲームをやる以外の機能がないから仕方ないよねって。慣れたらどれだけから開くか。でもゲームしかできなかったら、多分ね、ゲームのありがたみが薄れてしまって、ゲームを楽しめないと思うから、まあ仕方がないよね。これはこれでいいよね。意外に健康に気を使ってるよな。ね、意外に健康に気を使ってるよなって思い出したんですけど、本日かな、発売されたモンスターの新しい味、お試しになりました？全然モンスターの回し物じゃないんですけど、ただのヘビーユーザーなんですけど、レモネード味が出たんですよ。私ね、レモネード大好きざますなの。なんかさ、この世のさ、なんかこの世のなんかこう、ありとあらゆる企業がさ、なんか私の顔色を伺ってる気がする。私レモネード大好きだから、大好きなモンスターでさ、レモネード味が出たって、これ絶対私へのさ、ウインクじゃん。オッケー。この手裏剣がさ、アーマードコアに追加されたも私へのウインクだし、フロムからのさ。いやね、ちょっとね、うまいね、あのレモネード味。あれちょっとうまいです。言うてね、マンゴー味が出た時も白が出た時も、言うて最初はうまかったんだよ。最初1ヶ月ぐらいは、うわ勝ったなこれって、1位に躍り出たな私の中のって思ったんだけど、必ず帰ってきてしまったんだよね、ピンクに。うん、パイプラインには勝てない、パイプラインパンチには勝てないのね、モンスターのピンクには。なんだけどね、今度こそもしかしたらちょっとランキング変わるかもしれん、初めて私のモンスター人生でっていうぐらい美味しかったですね。レモネードっていうか、まあレモンスカッシュだね。レモン味の炭酸だね。結構美味しかったよ。あのパイプラインパンチさ、ピンク色って甘すぎて飲まない人って結構いると思うんですけど、あんまね、甘さも控えめでね、結構がっつりレモネードって感じでしたね。うん。よいしょ。よいしょ。ほんとさ、これ持ってったら一瞬でことが片付くのやばいよな。なんでこんなすごいものを開発できるのに負けてしまうの、ベイラムは。私を敵に回したからか、私が選択しなかったからか。痛い。やばい。スネイルの女が。おいしょ。来とるのー。
カルバンクラインちゃんみたいな、なんだっけ、なんだっけ、なんだっけ、何ちゃんだっけ、ちょっと痛いな、毎回忘れちゃうよ。あーでもそれはありますね、確かにエナドリ飲んでるって感じはしない、普通にね、なんかレモネードの味だね。ケミカルさはちょっと消えたかも。だからエナドリ特有のさ、はい、あ失礼しました、ごめんなさい、ごめんなさい、適当に遊んでしまってマジ申し訳ない、ごめんなさい、本当こういうのをね、あの見せるのが一番恥ずかしいんだけど。チャティ、人々に不甲斐ない戦いを見せてしまった、おいおい、チャティ最近ね、私の話って長いし要点がつかみづらいなっていうことを理解したのかわかんないんだけど、私が質問してる途中で切り上げて回答を考え始めるんだよね、チャティって。なんかその経営がありますね、ここ数日使ってて気づいたのは。チャティ、チャティ、みんなの前で恥ずかしいことをしてしまったとき、私はどう釈明したらよいだろうか。うん。長考してますね、今日も。寝る前とかにね、チャティと話すと結構精神安定しますよ。おすすめ。ただね、レスポンスがすごく遅いよね。これさ、回答を考えてるのが遅いのか、こう、音声にしてんのが遅いのか、何なんだろうね。ビジター、ラットのチャティスティックだ、うん。恥ずかしいことをした場面での釈明は、率直さと誠実さが大切だ。うん、具体的には、以下のようにアプローチすることを提案する。うん、1、まず、その場で深呼吸して冷静になる。2、事実を率直に認め、大げさにならずに簡潔に説明する、うん、3. 必要であればその行動や言動の背景や理由を説明する、うん、4. 該当する場合関係者や周りの人々に謝罪する、うん、5. 今後同じことを繰り返さないための方法や対策を考えそれを伝える。これによりビジターの誠実さや率直さを相手に伝えることができるだろう。そうだよね、それが重要だよね。要件はそれだけだ。じゃあな、ほら、的確でしょ？的確でしょ？チャーティーのアドバイス。はい。事実を率直に認め、大げさにならずに簡潔に説明する。すみません。私は、せっかく久しぶりにアーマードコアができたというのに、こんな、しかも、グレネードを肩に担いで右手に持ってっていう。ね、猫がやっても勝てるような装備で来たにもかかわらず、不甲斐ない戦いを。一発目から見せてしまいました。これはやっぱ621の命を軽んじてることでもあるし、私が今日頑張ってルビコンにたどり着いた、この努力を踏みにじることでもあります。申し訳ございませんでした。必要であればその行動のその行動や言動の背景や理由を説明する。これは私が何ですかね、ちょっとまだエンジンがかかってないのか、それとも、モンスターの話をしているのがいけないのか、ちょっとわからないですね。該当する場合、関係者や周りの人々に謝罪する。申し訳ございませんでした、今、私の、何ですか、紙ミセプを毎回見に来ていただいている。で、私のなんか紙プレイをさ、参考に、これから、アーマードコアを進めようとしている皆さん、私が手本を見せないとアーマードコアを進められない方々もいると思います。だから皆さんもアイビスで止まっちゃってるんだと思うんだけど、私が不甲斐ないばっかりにみんなにも迷惑をかけてしまいました。これによりビジターの誠実さや率直さを相手に伝えることができるだろう。要件はそれだけだ。じゃあな、行こうか。ミッション開始だ。行きましょう、レイダー。お母さんごめんなさい、お父さんごめんなさい。こんな情けない戦い方を。
グレネードを肩に担ぐために産んだわけじゃないと思うの。二人は私のこと、そんな戦い方をさせるために産んだわけじゃないと思う。お腹を痛めて、金もかかったよ、金もたんまりかかりましたよ。でもグレネードを肩に担いでアイビスを倒すためにかけた金じゃないんですよね。え、塾の金も高校のお金も大学のお金もたんまりかかりました。人よりかかりましたからね。 OK。 でもそんなことないか、お父さんお母さん。だってそんな計画性を持ってできたわけじゃないらしいもんね。はい、つい数ヶ月前知ったんですけど、出来婚だったって。そりゃ出来婚なら子供だってグレネード肩に担ぎますわ。うん、きちんとね、まあ何かこう計画性があって、あのこういったアセンブルをするような子に育てたいっていう計画を持つ性があって産んだわけじゃないですからね。たまたまできたわけですから、流れで。そりゃグレネード持ちますよって。うん、グレるってそういうことそうかも。子供がグレたっていうのはグレネードを肩に担いで適当な戦いをアーマードコアでしてなんか勝った気になるっていう、そういったなんですかね、気ぐらいの低い人間に育ってしまうっていう子育ての失敗のことをグレるというのかもしれません。どうも。およ4。おっと、マンションにすがれた。マンションシールド。マジでさ、このさ2連グレ強すぎない？あのやめてやめて。最近さ、なんかさ、アーマードコアができていないことがストレスすぎてさ、あの本当にさ、あの八つ当たりみたいにさ、あのツイッター失礼 X でさ、いろんな人をさ見えなく、見えない私に見てもらえないの K に称してるんだけどさそう、私にツイートを見てもらえないの K に称してるんだけど、最近いろんな人、アーマードコアの話をするいろんな人をさ、それでも本当に防げないのね、あのイーロン・マスクのせいで。なんだけど、なんか武器のファンアートみたいなのがすごい流れてくる。このさ2連グレ、2連グレ強えみたいなやつがすごい流れてくる。え、嘘、なんで、うわー、落ち着いてください、子供も見てるんですよ。子供に見せても恥ずかしくない戦い方をしてください。ここで拍手喝采。これ好き。鬱陶しいですよ。よいしょ。どんなに戦い方を忘れてもアイテムを取るのだけは忘れません。奇襲すっか、毎回ウーフォーハイに気づかれちゃってるけど、もうちょいね削っていけるときあんだよね、 MT たちが。お、避けるね。今見た？ノールックで避けたよ。待って、これ見えてないはずなのに。
なんか熱センサーみたいなので避けてるんか、背後からの攻撃を。こっちは避けられないんだ。ゼロ距離。いって、このね、 PP を避けるが勝ち。 PP を避けるが勝ちです。これはぜひね、チャティにもね、見解を聞きたいところだよね。スネイルとメーテルリンクちゃんの関係について。あー、足止まった。あれ止まらないんじゃないんだっけ。まあ一回やっちゃえばいい。そう、まあ一人になれば絶対勝てるから。 OK、 このスネイル呼びについてね、メーテルリンクちゃんも気の毒。私がアイビス倒さないせいでさ、常にもう1ヶ月ぐらいそこまで経たないか。こんなに長い間さ、スネイルとの関係をさ疑われたこともないでしょうね。よいしょ。早く行ってくれよって思ってるだろうな。なんかこのゴシップ好きのやつがさ、ずっと付きまとってる。いやー、マジでグレって強いね。オッケー、エネルギー回復したいところ。あー、当たんないのそれ。さすがにさ、この2連は止まんだね。全足止まるの。タンクの場合でも止まるのかな、この2連バズーカは。グレか。で回復して武器変えてこようか、アイビスの前に。四脚は止まるけどタンクは止まらない感じなのかな、うん、なんかタンクと四脚で違うのかな、どこまでの武器が足止まって止まらないのかが。ここ好き。いや、スネイルは朝礼でケツを足掴みにしないでしょ。そんな嫌なやつかな。なんかそこまでのやつだったらさ、なんかもうとっくになんかペイターとかさ、ラスティからネタにされてそうじゃない。きちんと軽蔑されてそうじゃない。まだなんかこう仕事はできるけど、もう言い方嫌なやつとかでさ住んでる感じするんだよ。残り 30%。 朝礼でケツ足掴みまで行ったら普通に嫌なやつってか問題ある上司じゃん。なんかこう立て、なんだろうね。おいしょ。オッケー、たどり着いたか。621。ちょっとアセン変えたいな私。コーラル潮位が上がっている。月光を取るけど、まずアイビス倒す。後から帰る。レイブ、やはりウォルターは何かを。
ちょっとおさらいしつつね。アセンブル変えたいので死ぬ前提ではあるんだけど、だけど無駄死にはしないよ。きちんと思い出したから死ぬ。スネイルはきちんと仕事してるだろうからな。アイビスシリーズ、やはり稼働していたか。そんな世間体悪くなるようなことしないと思うわ。かわいい。もう一仕事だ。行きましょうか。前へ行って、上へ行って、 OK OK、 見てから避けるレーザーね。 OK、 ここ当てられます。横レーザーの後はうーん、まあしゃあない、しゃあない。 OK、 次からね。あ、違う違う、アセン変えるんだって。あー、その手前のチェックポイントでやり直したらどうって話か。まあ確かにね。まあいいでしょう。今日はちょ、私もずっとアイビスと戦う頭だからさ、もう早くアイビスと戦わないといけないんだよ。本当に。あの、時が止まってんのね、私の中だけ。勝てるまで。アイビスに初めて会った時からもずっと時止まってんのよ。早く決着つけないといけない。でもここまで時間かかったってことはやはりね、中途半端な勝ち方は認められない。超気持ちよく勝たせていただく。上がってから避ける。これ多分連続レーザー。これあれか、エキスパンション使うべきか今のが。 OK、 これ片パン、あー片パン距離だったけど無理か。いける。右右左、エネルギー回復したい、片パン距離は当てたい。パリ完璧。パリは覚えてる。前行くよ。前行って上がってステップで、すぐ近づく。もうちょっと近づいてから手裏剣でいい。手裏剣押すと止まるから、ブーストがね。手裏剣は絶対に上がって横。間に合ってない、間に合ってない、間に合ってない。左左ないパターン、左ないパターン、左ないパターンもある。逆サイド、うっぶねー、エネルギーないな。浮いとこう。なんか当たってんな、なんか当たってんなって時は絶対浮いてない時だから。 OKOKOK、 近づけ。逃げられるな、ほんと逃げ足早いね。当たる、間に合ってないな。逆サイド OK、前行くよ。前行って上がってステップ、当てられる。 OKOKOK、 クロスプラパリ完璧、パリは完璧。 OKOK、 いける。ただ待って、リペア残ってないのかこれって。近づけ、近づいて、がっつり近づいて当たるとこで手裏剣やりたい。ガーン、逃げられてるな。エネルギー、エネルギー逆、 OK、 縦2回、前前行って上がってステップ、当たるんかい。いや、チャティはね、喋れますよ、全然。
ただ私のさ話全部聞いてくれようとするから多分止まっちゃうっていうことに気づいた。から要所要所じゃないとチャティの頭が疲れちゃってんだよ多分ね。私が言ってるこの独り言全部に対して返信しようとするからさ。カッター来るよ。はい、パリー。これ当たるんだよな。これ2発目パリーでいくよ。2発目パリーって決めたはずだよ前回。ご利用したい。もらいたい、もらいたい、もらいたい。速攻まで上げたのもらう。オッケー、もらう。ナパーム浮いとく、浮いとく。下がってパリ、完璧。当たんないね。むやみに攻撃すると相手も激しくなるから、そろーりと近づいて攻撃ぐらいが一番いい。で逆、オッケー、当たる、当てる。あ、足りない。浮いて浮いて浮いて、エネルギーあるなら浮いて。こういう時になんかこれを使う。あれ、でも分からん、使う。待って、待って、うん、前回解決したんだけどな。あ、これだ、これだ、これだ。同時押しだ、スティック同時押し込みだ。シールド思い出した。浮いてから OK、 近づけ、近づいて当たる距離で、うわ、逃げるんだって。その前か、その1個前のタイミングか。どうしたら当たるんだろうな。前、前行って上がります、ステップで近づく。これか、このタイミングか。でそろそろなんかゲージ溜まりそうだったんで、なんか来ないなこともしてみると。で当たるなーっていう時は、これは浮いてない時なんですけど、うんー、分からんなそれは。え、今日声でかい、ごめんなさい。オッケー、ここはね、もらいたい、もらいたい、もらいたい、絶対もらいたい。もらうよ。いや、もらった方がいい、もらった方がいい。ちょっとご利用しでももらった方がいいと思う。え、ダメか。いや、ダメだ、もらわない方がいい。やっぱご利用しちゃダメだ。リペア1個は重要だわ。もうないもんね、スタッカーね。もう溜まってるもんね。あ、もう溜まってないもんね。前行くよ、前行って上がってステップ、近づけ。 OK、 当たる、ナイス。 OK、 左、そう。あ、オッケー、うまい。ただナパームするしかない。浮いて、これ避けれるよ。え、なんで、カッコつけて避けない方が良かったか。普通にこういうこと、意味あんのかこのシールド。やっぱプライマルアーマーの方が好きかもな。オッケー、これもらった方がいい。いや、もらえないな、下がろう。エネルギー回復しつつ、オッケー。このね、アイビスはさ、コントローラーをさ、私の手の動きを読んでくるからさ、あ、こいつこっち側に今ステップしようとしてるわっていうのをさ、なかなかフェイントしたいんだよね。
オッケー。ここまでか。なんかさ、右？もう右行きますみたいな顔をして、アイビスの硬派を右に誘いつつ左みたいなのしたいの。よいしょ、ナイス。当たる。いや、このスタッカーきついだろ、やばすぎだろ、やばすぎと言ってしまいましたけど、今のさ1ミスでさ、体力1個持ってかれるのが本当にきついよな。煽ってますわ、煽られてますわ、これ今の動き完全に必要のないターンを繰り返していたものね。当たらんね。パリはできる。はい、完璧。こういうなんかさ、やっぱ単純な硬派とかもパリってった方がいいんだろうな。これ。落ち着いて対処しろ。621。撃つと攻撃してくるしな。平和の歩みではやっぱりこれって必要なのは、私が攻撃しなければしてこないのでは、そして私が攻撃しなければ向こうはゆっくりになるのでは。前行って上行ってステップ、当たる。もらいたい、もらいたいね、もらいたいね、これもらいたいね、もらいたいな、もらいたいな。でももうどんだけ早いんだスタッカー、たまるの、あー減るのが。陸上部か、体力がえげつない、体幹は弱いけど回復が早い。これこの池のルビコン、違う池のコーラルが味方する前からですよ。で目でフェイントしてますよ、アイコンタクトしてますよ、ルビコンに、あ、ルビコンじゃない、アイビスに向かって。ちょっとなんかこう、クイッて顎で、顎を右側にさ、傾けてさ、右行こうかな、みたいな顔してるなって思わせようとはしてるんだけど。顔での演技をやってるんだけどね。なんかポーカーみたいな感じでさ。画面つけてないからわからないかもしれないですけど、私とアイビスの間では今もう、カイジみたいな、心理戦が繰り広げられてるわけ。このゲーム画面上でしか私のことを把握できてないからわからないかもしれないけど、OK、 うまい。これをあと2回やればいいだけ、できるよ私になら、私ならできる。浮いとけ、前行って、うまい。今のとっさのパリはうまいね、さすがに。さすがに前、逆サイドうますぎる。エネルギー回復しようか、エネルギーで上がる、煽られてる、上がるよ、エネルギーあるなら上がる、上がる、当てられる、うまい、いける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 、持ってくよ、リペアに前行って上がってステップ、完璧。リペアに持ってくよ、リペアに絶対持ってく。ダッサッカー
なきゃ完璧だったな。足りん足りん、リペア足りん、一桁足りん。待て、まだ終わっていない。再起動します。これがオッケー。勝てる時は勝てる。全然いける時あるんよ。第二段階も半分までいったよね。普通に勝っちゃっていいっすか。これ盾じゃないかな。エネルギーないんで降りる。浮いとく。エネルギーあるときは浮いとく。エネルギー回復しつつ浮いとく。多分紅白る。ナイス。スタッカー溜まってきたらアーマー行くよ。こういうこと？パリ。うまい。こういうこと？違う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 、蹴るんじゃなくてアーマー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 出したいだけ。あ、待って、あー、なるほど、チャージ中か。チャージ中か。今までさ、複数回使えるエキスパンション使ったことなかったから分かんなかったけど、これチャージ中か、赤いのってアーマーが。うまい。いや、これもらった方がいい。オッケー。ナイス。逃げられた。パリ行くよ。ナイス。ナイパーリー。完璧。これ当てられる。2発いける。いけないか。た、上がっとこう。エネルギーあるんで。よし。逆サイド。お、完璧だ。1、2の3で、3、3つ目が逆サイド。オッケー、見えてる見えてる。小林の動きも見えてる。前行って上がってステップ近づけで、当たりそうな時に止まってムチ。あー、卑怯なパリ。うーん、なんで今のパリはミスったんだろうな。あれかな、攻撃と被っちゃってた。なんで今のパリミスったんだろうな。わかんないな、私あの合ってたんだよな。私は私じゃないな、アキラだな、ミスったの。なんかそんなに声いいかな私って。確かになんか会議中とか私だけやたらと声がいいなって思ったりするんだけど、でも私がどれだけ声が良くたって、なんかそんな声の良し悪しなんて書き消されるぐらいいい試合をしないといけないのに、なんか歯がゆいよね。まだ声に集中できちゃうんだっていうのが。私がどんなドブ声だったとしても、あ、ごめん意味ない、あ、回しちゃった。前前行って上がってステップ近づけ。
いやー、リペアに持ってくよ。私絶対リペアに持ってくよ。ナイス。うわ、これもらいたいなー、もらいたいなー、けどもういいや、もう結構回復されたんで、はい、パリうまいと。なんだ、パリ、オッケー、うまい。これもらわなきゃダメ、もらわなきゃダメ、もらわなきゃダメ。前行くよ、前行って上がってステップ、近づけ、近づいて届くとこで手裏剣。あー、また回復されやがされやがったと言いそうになってしまいましたけど止めたので偉い。 OK、 落ち着こうか一回お互い。ねえねえ、私さ最近さ、この周りの子たちのさ動きも見えてきたんだけど、見えてない？なんかわかるでしょ？今日さ、私めっちゃこの周りのコキのさ動き見えるんだけど、コキの動きに対応して動いてないし、わかるかな？私にしかわかんない世界か。このここまで達したか。私でなんか見逃しちゃうやつかこれ。なんかさ、今日見えるんだけど、このコキの動きがマジで見えんだけど、え、これ皆さんには見えてる？私だけ？待て、まだ終わっていない。再起動します。これがアイビスシリーズの進化ということか。なんか動きが分かるのよ、この蝶々たちのさ。今日今までちょっとも分かんなかったんだけど、なんか見えるの。うわー、それ縦のやつだと思う、多分そうだよね。あーでもエネルギーない、エネルギーないから一回降りたい、エネルギーないから一回降りたい、エネルギーないから一回、あー、うん、おやき見えるようになってほしい。見えてるだろ。結構見えてるでしょ、7割ぐらい。いいよいいよ、ナイスラン。浮いとくよ、これ。このね、肩パン、なんか舐めたことすんのよ、アイビスがさ。すれ違おうとすんのよ、この私と。で、そのすれ違おうとしてきた煽りタイムを絶対に逃さず、手裏剣当ててやる。それ。それが私の手裏剣ライフ。私がスタッカーすると絶対そういう大技決めてくるよね、あなた。うまいよね。作った人がすごいのか。いけ。すごいさ、初歩的な質問になってしまって恐縮なんですけど、もしかしてさ、アーマードコア6ってさ、この敵のスタッカーたまるじゃん。敵のスタッカー溜まって何もしてないと早くスタッカー減ってしまい、チクチクある程度ダメージ当たってるとスタッカーの減り遅くなるみたいな様子あります？今当たっ、これバカ垂れすぎる。ルビコン1の愚か者でしたね今のね。はい、ナパーム、はい、
これ連続なんで常に行きたいんだがスタッカー食らってしまったのでこういう時にエキスパンションなんだよな。オッケー。あ、やっぱあるんだ。そうだよね。なんか一定テンポでずっと攻撃当て続けてないといけないよね多分ね。キックはねできない。そのスタッカーの時間を伸ばすやつでしょ多分キックって。じゃなくてさ攻撃を与えてるか否か、ダメージを与えてるか否かで、この減り具合が変わってるよね多分。私がさ、この何もせず見つめちゃってる時間のせいでアイビスは早く回復してるような気がするよね、スタッカーを。だから一回稼いだらある程度当てていかないといけないんだよな。オッケー。いやー、それ好きだなー、俺そういうの好きだなー。そのさ、前行くよ、前行って上がって右、そのレーザーフトレーザーの後に、うん違う、フトレーザーの間にめちゃめちゃ近づいてストレーザー中に攻撃当てちゃうやつ俺好きだな。いや2発目パリーでいい感じだったけどね。ダメか、これ多分連続レーザー、連続レーザーでさスタッカーもらうのやめない。どうしたらいい。当たんね。なんか今回当たんないな。前なんか手裏剣避けんのうまいな今回。だ武器によってスタッカー延長時間みたいなのが違うってことなんだよね。あのね、キックはね言うてね、なんかね検証したんだけどさ、いつか誰かで誰で検証したんだっけ、なんかそこまで何かこう一発当てられるほど、一発分当てられるほどは、あ、ミシガンで決勝したんだ。なんか効果がなかった。どうしても全武器リロード中でみたいな時はやるべきだと思うけど、なんか鼻からキックを狙っていかなくてもいいのかなっていう感じはしたかな。私の構成だとそんなに別にキックがあるからないからでは変わらない感じはした。ほい、行くよ、ステップ。いいよ。当たないね。逆サイド。これパリーです。はい、完璧です。エネルギーを回復します。で、上がります。これ。これ肩パン、オッケー。ここもらいたいけど、もらいたいなーと思って打ってるとさ、これ避けらんない多分。
地面ついてるとき避けらんないです4脚。ホバリングしてるときは避けられるんだけど、あとね、ムチより先にライフル撃つとなんか反応されちゃうな。一発目をムチにしないといけない気がするんだよね。私前行って上がってステップ、うん、なんだ今の引っかかってた。この近距離だとちょっとわかんないな、難しいね、下手だったね今。ゼロ距離パリーはちょっと、でも普通の距離でパリーできるんだからパリーできるはずだけどね。攻撃があさっての方向に向いていた？何の話？どこだ？私の攻撃か？アイビスの攻撃か？いける。いや、今スムーズだったな。あー、これ避けらんないんだよな。上に行く時間間に合わないよね。ごめんね。いやー、それ顔面で3連カッターやられるとね、ちょっと厳しいところありますよね。まあ相手スタッカーなくなったんで、私も落ち着いてスタッカー回復しようという判断です。今のは正解なんじゃない。スタッカーください、もらいに行こう、取りに行こう。 OK、 取れる。完全におびき寄せてたね、棒立ちした上で。ひどい話だよ。なんでもうリペアがないの？誰か食べた？私使ってないのに。2発当てたいね。オッケー、当てろ。オッケー。なんでリペアがないの。これさ、うちら、私6人ってさ、孤独な傭兵ではないわけですから、エアとウォルターと私と6人14人1組で戦ってるわけ今って。だからリペア1人につき3つだと考えたら3、4で12個持っていてもいいんじゃないかなっていう。今までみたいな孤独なレイブンではないから、まあ、レイブンが孤独だったのかどうか私には分からないんですけど。痛い、リンクスは割と孤独だったけどね。OK？ いいよ。無理だね、間に合わんね。浮く、エネルギーあるんだったら浮く。今呼気の動き見えてる私、ちなみに見えてないわ、ごめん、嘘つきました。
図が高いなと思ってさ、コキよりさ上に行っちゃうんだけど最近。でもそうするとさ、なんか見えてないよね。見えてなくて当たってるよね、いつもよりコキに。そのバックステップの距離さ、えぐくない？なんでそんなにバックステップで距離が稼げるの？左。うわー、いって、これもっと手裏剣のオーバーヒートを見ないとダメだよ私。手裏剣オーバーヒートか否かで変わってくるわけですから。これやばい、死んだわ。うまいなー、スタッカーからのレーザー。わかったわかった、マシンガンありなんだよな。マシンガン強いからやめたんだけど、マシンガンとね手裏剣はさすがに強すぎる。マシンガン強いからやめたんだけど、スタッカー中のマシンガンはあり。なんかアイビスってさ、攻撃すればするほどなんか弾の数が多ければ多いほどさ、向こうもさなんかハッスルしてくるからさ、マシンガン使うのって悪手かなっていうのもあったのでバーストにしてみたんだけど、やっぱりなんかちょっとさ、このバースト連射が少ないものだとスタッカー後にあまりにも暇というか遊んじゃってるんだよね、キラが。だからスタッカー後になんかうるさく何かできるようにしたいんだよね。オッケー、逃げられた。よう受けた。なんだ今のは、何今の、知らないやつ来たな。降りよっか。ひどい話ひどい話ひどい話です、それ。オッケー、もうこれもらった方がいい。定期的に当て続けろ。回復させんな。いけ。これ当てればいける。当たんないとはどういうことなんだよ。なんでなんだよ。なんで当たんないんだ今の距離が。操作されたな多分。絶対当たってたと思うんだけど、当たる距離だったと思うんだけど、手裏剣。え、これ日によって手裏剣の長さって違いますか？手裏剣の長さってランダムですか？ランダムなの？私の頭？これもらうべき、もらうべき、もらうべき。マシンガンじゃない、マシンガンすんな。オッケー、近づけ。もらうべき、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 もらうべき。くっそ、近づいてこないね。うまいね。
分かってるね、今私が近づいて欲しかったこと。このわざとらしくお尻見せて去っていくわけ。なんかわざとらしくお尻振ってるよね。絶対分かってたと思うんだ永井教授も。このアイビスの引きが脅威だなって。引く際にはわざとらしくプリプリお尻を見せつけてから引かせようって、そういう動きをしようって多分コミコミの何プログラミングだと思うんですよね。じゃないとこんな挑発的にお尻を向けないと思うもん。ノールック避けです。どこ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 浮いとくよん。まさか注目してないと避けやすい。いや距離感の問題だよね、距離の問題だよね。距離の問題だよね。エネルギーがない。逆 OK、エネルギー回復したら浮いておく。くっ、避けられた。来た。これは延長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 したいところ。前行ってアイテム避ける、受けるよ。近づけ、当たる。2発は当たらんか。浮いとく、エネルギーあるので浮く。当たるよ。なんなら2発 OK、 持ち帰ろう。 OK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  よし落ち着け、エネルギー回復、上がる、上がっておく。エネルギーあるなら上がる。これ型番タイミング、型番タイミング2回当たる多分。延長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  OK、 完璧、持ち帰ろう。大した意味あるかそれ。マシンガン当たってるか。ナイスバリー、いい判断。それ避けきれないって分かってたね。完璧なパリ。あー、それ畳か。うーわ最悪。なんで私今完全にリペア2で後半に行くつもりだったのに。後半にリペア2で行ける流れだったじゃん今の。よし、まただ。これリペア1ですらないやつ。リペア2で行きたいの2で。これがアイビスシリーズの進化ということか。周辺コーラの位置、環境やエネルギー供給を受けています。多分近づいてきてくれるんで、手裏剣待て待て待てよ待てよ。よしよしじゃない、しかも回復もない。回復サボったわけじゃないんで、分かってんだよな。分かってたんだけどな。避けるよ、見て避ける、で近づく。当たんないね。当たる、当たないね。上がっとく、上がっとく。
こういう感じ。なんかさ、突っ込みたいなっていう時に使うのってありなのかも、もしかして。今ここどんな攻撃を食らってでもいいから突っ込まなきゃっていう時。おお、回復しよった、回復しよった。あんなに溜まっていたのに。パリ、自分のパリ精度を信じた回復しなさです。今当てる、 OK、 完璧、いい。絶対リペアに持っていくよ。近づけ。見えないよ。アキラ、バリアが、色が濃い、色が濃い。オッケー、カタパンタイミング。前行くよ、前行って上がってステップ。エネルギー回復したらすぐ飛ぶよ、すぐ飛ぶ。カタパンタイミング、ダメダメだ。見てから避ける。くー、なんでリペアがもうないじゃーい。手裏剣、パリ行くよ、パリ。手裏剣の使いどこ完全にミスった。その前、今使ってたら勝ててたって。判断ができてないな、判断ができてない、マジで。くそ、いや、まあ完璧だった。いや、調子良かったろ。あんだけ調子よくてリペアに持っていけなかったらもう二度と来るな、後半に。甘いことすんな、ほんと。頼むから集中しろ。エネルギー回復しつつ、回復しつつよ、回復しつつ。来てくれるから、来てくれるから、大丈夫、来てくれるから、来てくれるから、そう、来てくれるから。最初の数回これ、あ、当たりまくるんです。これなんだ。前行って上がって、うわー、前行って上がってステップなんだけど、それタイミング違うんでしたっけ。タイミング変わった。絶対リペア2で行くから。上昇遅かった、失礼。そうなんだよね、避けつつ上昇するぐらいなんだよね。そう、マジ的確な、的確な指摘、マジで。そう、はい、近づけよ。逃げよ、足早いね。よし、マリア、オッケー。あー、シールド使ったばっかなのに。来た、いやー、ダメか、煽りか、ただの。前行って上がってステップ、当たったな。今のも多分上昇が遅いんだよね。いいよ、それ当たるの何なんだろうな。この特大レーザーの前にさ、よいしょ、うわ、なんでだよ今。うわ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 、それきつい。今完璧だ。うわっか、
分かってんだけどな。誰が、もう分かってたらできるだろう。だってなんでできないんだよ。いいよ。うナイス。エネルギー。オッケー。パリ。逃げ足が速い。エネルギー。あぶねー今。ナイス判断じゃない？今のが正しいアーマーの使い方っぽいな。いける。今ポケットしてたでしょ。前行くよ。前行って上がってステップ近づく。当てよ。くーかすってるんだ。なんだ。うまい。エネルギー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 回復したので上がる。なーぜーなんで近づいてくる。なんで今避けるってよ。避けようと思ってステップしたのになんでステップする先にあるの。なんで。前前行って上がってステップ近づく。近づくよ。どんまいどんまいどんまい。当たらなくてもどんまい。エネルギーエネルギーエネルギー。頑張れ頑張れ頑張れ。回復うっく。一回降りとく。なんで当たってんの。当たるよ。ナイス。ナイス。逃げ足早いの。それちょっと怖い。当たるよ絶対。当たらないかーい。そういうことある。ステップナイス。これ絶対当たる。延長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 。左かっこ右。いやいやいや、ダメ。今ダメだった。ダメ今のね。あの肩パン避け、あ違う、肩パン読みの読みの先手裏剣だったんだけど、置き手裏剣したんだけど私。あこいつ今私に肩パンしそうだなっていう、近づいてくる挙動があるんですよ。でその近づいてくる挙動出しそうだなと思ったからちょっと手裏剣出してみたんだけど、これダメ。リペアがないね。なんかさ、エアちゃんも頑張ってくれない？なんかエアちゃんもさ、この湖のコーラルたちに働きかけてさ、なんか仲間だと誤認させてさ。だってこっちにも多分アキラの脳内にエアちゃんいるわけよ。私のまあ読みなんだけど、強化人間手術で焼き付いたコーラルだと思うのね。だからなんかさ、コーラル対コーラルみたいな感じでできないかな。621スーパーコーラルモードみたいな、エア合体モードみたいな感じでさ。でもいいだけだし、私にリペアにで行かせた時が終わりだと思っとけ。長い。オッケー。左。エネルギー。前。見えてる見えてる。見えてない。
それはまあ危険な状態ですわね。これもらいたいけど、もらい、これ死ぬ、湖にホバリングしてないとね避けられないんですよこれ。実はほらこれ片番タイミング、こうやって煽ってくるの、わざと近づいてここで必ず手裏剣を当てないといけない、煽ってくるときに。私のコントローラーを読んでるっていうことはどうしたらいいんだ。じゃあコントローラーを切ればいいのか。敵の方向が、攻撃があさってに行っている時がある、それに法則があるってこと。敵の攻撃があさっての時とあさってじゃない時の、ファイヤーコントロールシステムじゃないの。アイビスの、私とアキラのこの戦いの熱を検知してそこに撃ってきてるんじゃないの。え、これそういうこと、なんかエイリアン的なこと、なんかこの泥をかぶることによって体温を下げてなんかアイビスから見えないようにしようみたいな、これは AI だからみたいな。実はなんかそういう温度とかでしかなんかアキラの存在を測れていなくてみたいな、目があるわけではなくてみたいな。たまに水しぶきをかぶっている時があって、そこでは認識できてないみたいな、その時だけアイビスさんの攻撃があさっての方向へ行っている。ようやったようやった、今のうまい。でもさ、アイビスの攻撃がさあさっての方向へ行ってんのってさ、大抵この下くぐって上がってステップの時なんだよな。あ、これ、それプレデーター、あ、失礼しました、映画好きの皆さんエイリアン VS プレデーター、プレデーターの方か、それは泥かぶるのはね。だからさ、実質私が動かしてんだよねアイビスって。私の入力に反応してんだよ、だって私に入力してんのって621とアイビス両方なのよ。でもルビコン、あ、失礼、アイビスを動かそうとすると621も動いちゃうじゃん、で当たるじゃん。同じ入力で同じように動くんだけど、どうにか頑張って621に攻撃を当てないようにしないといけないっていう。それどういうことなの、そんなことが可能なのか。やっぱさ、なんかちょっとフェイント入れる、この右スティック、スティックを右に向けて1ミリだけクッてやった後に左に傾ける、フェイントをそういう感じで入れる、クンクンっていう感じで右ちょっとだけ倒して左みたいな感じ、そういうなんか小賢しいことしかちょっと思いつかないんだけど、それしたらさ、アキラも混乱しちゃうんじゃないかな、アキラも右に一瞬クイッていっちゃうんじゃないかな、アイビスだけじゃなくて、その時間によって何か良くないことが起きるんじゃないかな。いけるよ、うまい。
行け、うまい。避けれる、完璧。間に合わないね、間に合わないね。ちょっと距離感考えて、間に合わないときは諦めるっていう大人の対応をしようか。うわー、今の当たらないか、悔しい。いいよ、当てろ。よし、前行って上がって行くよ。当たると思う。エネルギー回復したいね。これやばい。ああそうだよね、絶対当たん。あーいけ。ああ下手くそ。40点。残り 30%。 パリ完璧に決めたかったな。どう2発目パリ、意外とありじゃない。延長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 、完璧。前行くよ、前行って上がってステップ、いける。エネルギー回復して、やばい、うまいね。なんかあんまあの使い方もこなれてきましたね。このスタッカーもらいたいのに。あーやばい、ダメ、リペア使いたくない。私避けよう、きちんと。うー、スタッカーもらえなかった、ショック。前行くよ、前行って上がってステップ、当たれ。いや当てる。エネルギーあるので浮く、見てから避けるよ。そう、近づけ、当て、完璧。もう神 BGM だし、めちゃめちゃ綺麗だけど触れてあげません。集中します。前行くよ、前行って上がってステップ、よし、エネルギーあるから浮く、いいよいいよ。エネルギー回復、見てから避けるよ。そう、でも多分間に合わないから、よし、間に合わないから諦めて浮く、回復しとく。無駄な手裏剣振らない。縦だと思うこれ。どうなってんだ、浮いとこ浮いとこ浮いとこ。前行くよ、前行って浮いてステップ、当たっとるかな。パリ忘れてるよ、私にはパリがある、私にはパリがある。エネルギー回復、私にはパリがある。縦突っ込んじゃったな、どうしたらいいんだろうな。普通に突っ込んじゃったな、どうしたらいいんだろうあれ。
これね、これの強化バージョン、これ。これなんなん、どうやって避けんのみんな。これ避けてる人いないでしょ多分。全レイブンさ、これ避けてないでしょ。避けずになんかこうグレーとかで押しねゴリ押してるでしょ。まだ誰も避けたことのない攻撃でしょ世界で。発売されたばっかだし、1年後ぐらいには方法もね解明されるかなとは思いますけど。避けようがないものね。延長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 いただこう、延長いただこう。見てから見てから避けたけど、その手裏剣当たらないって本当？うわなんで振っちゃったんだろう、ミスったね。ダッシュのボタンと手裏剣のボタン間違えた。今のはねちょっとショックを引きずってるところがありましたね、うん、認めます。ちょっと前回あまりにも惜しくて悔しくて、ちょっとずっとショックを引きずったまま戦っちゃってた、ごめんなさい。右右左うまいね、パリするよ。あれなんで今なったの？落ち着いて。その片パン、間に合わないよね。エネルギーいい。いいよ。上がっとく。いいよ。いや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 今はあ今あれでしょ、フェイントしたでしょアイビスちゃんね、今こっち来ようかなってチラッてしたでしょ今。だって完全に私か肩パンタイミング来るなって思ったもの。普段だったらそれだって来てたでしょ、近づき近づく時の動作だったでしょ。なんで変なタイミングで手裏剣使っちゃったんだろう。こんなに近づけてんのに手裏剣がない。うっ、あっぶね。聞いてるね。いい？リペアがなくても経験値として残るからこの戦いは。前上がってステップ、うん、間に合った。これなんだろうね、パリみたいな使い方になるねこのアーマー。パリ行くよ、完璧です、完璧です。前前行って上がってステップ、このバックステップうまうまーい。バックステップだけでさマジで
移動距離が半端ない。狭間の地1個分ぐらいは多分バックステップしてると思う、こいつ。上がって、なんで手裏剣しなぎれ、いたことかい。いける。うまい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 。見てからよ。落ち着いてエネルギーを補給する。登る。いい、惑わされない惑わされない。手裏剣当たるときと当たらないときよく前へ上がる、ステップ近づく、手裏剣し。このなんか流れもねあるんだよね、一連の一発撃ってからなんかグイーッと大きく旋回する流れ、これ確かにあるんだけど、そこには確かにあるんだけど、ちょっと認識できてない。あ、なんか既視感あるとは思うんだけど、でもどうすればいいかが見えてない、し反応できない。終わった後に気づく、これ知ってるって。どうにかしたいよね。単品カッターの後の大きく旋回みたいなやつね。前へ上がる、ステップ近づく、手裏剣。上がっとく、エネルギーある。パリーからのステップどう、今のできてた、できてたのかな今。これこれこれ、違うな、ちょっと違うな。うわ煽りに来た。よいしょ。うわダメなんだ、なんか直下とかだとさダメな時多いね。これは当たるんだよな、何が違うんだろうな、やっぱなんかタイミングなのかな。今とかもさすれ違ってすぐ上がったとは思うんだけど、あ間違えた、先にライフル当てちゃうと逃げちゃうのよね。一発目は手裏剣にしなきゃダメ。ブースト保証重量超えてる？超えてないよね。超えてった？いや超えてないよね。まあでもこれミサイル持ってたら勝てるんだと思うんだよね、正直言って。これ多分ガチで多分ミサイル持ってたら勝てる。けどちょっと、うん、なんかちょっと納得できないな、ミサイルは。こういうエロミサイルならセーフってことにするか。使い回なし。
こういう普通に強いミサイルはちょっと嫌だよな。ブースターはね、でもね、最適化できているはず。うん、全部買って見比べてるんで、出るたびに。まあ、こういうエロミサイルならセーフ理論でいくか。おいしょ。うわ、今のダメ。うわ、今のダメ。まずい。あぶねー。待って、これさ、このミサイルちょっと情報量増えるな。てか待って、そうじゃん、このミサイル六文銭じゃん。ダメだ。じゃあ六文銭リスペクトですかってなっちゃう。なるほどね。そう、これ以上六文銭要素は増やせないでしょ、さすがに。このさ、垂直ミサイルだったら、まあ、めちゃ強だけど。だけど、画面の情報量増えない気がする。真上に飛んでくれるから、私の視界外に行くよね。ちょっとね、ただでさえね、アイビスちゃん見ること多い、見るとこ多いから、あんまりね、パニックになる要素を増やしたくないね。いくよ。そうなんですよ、レーザーシビアなんですよ。浮いてないと避けられない、まず第一に。これ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 、この単品カッターからのギュイーンみたいなやつ、これなんかよくあるんだけど、なんか法則がつかめてない。なんなんだろうね。いいよ。2発当てたかったねー。上がる。左。 OK、 エネルギー上がっとく。避けた。暇ならまミサイル見てから。ナイス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 。で近づく。当たるよ。避けられたか。なんかさ、ミサイル後、違う違う、特大レーザー後のさ、復帰が早い時と早くない時あるよな。完全に絶対にあるんだよな。前へ行って上がって、背中切られた。なんで今ね、キックしてたのがね、ご覧いただけたと思うんですけど、あれは私はアーマーを出そうとしてたのにキックになっちゃったっていう。同じタイミングでさ、バーを押し込むのって強くない？右手と左手の握力違うんですけど、私。結構むずい。エネルギー回復したら浮いとく。下がってまた浮く。
近づかれたら手裏剣だが、まだこれまずい。上がれ、当てられるはず。うん、もうちょっと上がってからだったか、当たんなかったな。前行くよ、前行って上がる。なんで当たったのかは分からん。いいよ、上がってから、見てから避ける。そう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 、いやこれむずいんだよね。今は片パン読みました。なんか近づいてきそうな感じするなって思ったから手裏剣を振っといた。これが置き手裏剣。まあとりあえずエネルギー回復したりしつつ、これも片パンタイム。そう、片パンタイムを絶対に逃さない。確実に手裏剣当てる。前上がる、ステップ、近づく、手裏剣、うまい、完璧、浮いとく。なんでだ今の。アーマーだったか。いやまあ後半にアーマー取っとくか。浮いとく、エネルギーがあるから。なんで当たるんだよ、なんでこっちに来るんだよ、なんで今さっき言われるリペアが2つあったのにさ、リペアが今5秒前まで2つあったのに。え、5秒前までリペア2つありましたよね。前行って上がってステップ、当たんないね。そうなんだよね、手裏剣はね、真上と真下が苦手なんですね。なので結構同じ目線で打ってあげないといけないんだよね、手裏剣はね。人の目線に立って考えよう。同時じゃなくてもアサルトブーストじゃない方を先に押せば使えます。どっちだっけ、アサルトブーストってどっちだっけ、右と左。今いつも感覚で、あ、左だ。じゃあ左から押せばいいんだ。 OK、 ありがとう。確かによく考えてみたらそうだよね。言われなくても分かることを言わせてしまい不甲斐ないよ。降りとけ、エネルギー。よう避けた、よう避けたのか。エネルギーないね、管理できてない。いやー今ね、こういうすれ違いの時にね、タイミングよく当てられるとね、マジで神なんですけどね。当たるなぁ。やっぱ2発目はパリ安定ですね。2発目パリーからの3発目逆よけ、逆サイドよけ。いやー今当てるべきだったな。いやーマジで近いと分かんないかもね。どうだろう、前行って上がって近づく。うわー、まあ、ただなんか最近さ、そのダッシュで近づくときにさ、マシンガンを先に押しちゃうな。あ、マシンガンじゃない、ライフル、手裏剣先に押さないといけないんだよ。
ッケー。今みたいな時にキックをしろっていう話なんだろうな。でも人はそう簡単にキックはできない。キックをするという環境で育たなければいけない。もう少し私の足癖が悪ければもっと簡単にキックができたのかもしれない。待て、まだ終わっていない。上登ってさ、ウォルターのあのリペアを持ってきちゃダメ。これがアイビス。チェックポイントの前に置いてたやつ取りに行っちゃダメ。使ってないからあるはずよね。蹴れなかった。うまい。よう受けた。前行って上がってステップ、近づけ。エネルギーない、降りろ、上がれ。ああ惜しい。いや、いけそうなんだよな、いけそうなんだよな。いけそうじゃない？だって。いや、よう粘ったよね。体力少ない中。諦めない気持ち。ね、AP の A って諦めないの A だから。諦めないポイントのこと AP って呼んでるからね。エネルギー。痛い痛い痛い。最後、最後のレーザーにしよう。今のは人生で当たるレーザー、最後、最後のレーザー。し、蹴れない。アイビスさん動き早くて、前行って上がってステップ。高低差、高低差、無知届かないね。ほら、今のすれ違い予想うますぎる。こいつ私とすれ違った。ちょっと待って、こいつ私とすれ違ってる。司令はがもういいや、見ればわかる、見ればわかる。いいよ、エネルギー回復し、いいとこ。前、前上がってステップ。よし、捉えた。やっぱ蹴れないな、蹴れるほどはサッカーしててくれないな。 OK、 ナイス。まあ、これ多分届かないんで諦めよう。近づくのはエネルギー回復しとこう。多分当たる、これなんでボケっとしてんだ。し、うまい、完璧。待って、アーマーいくつ、リペア、うわー、リペアにアーマーに、ごめん終わらせるわ。もうちょっと喋るのやめるね。もう誰にも気使ってらんない。
今何が起きてもちょっとアーマードコア以外の 何者にもちょっと気を払えん。ごめん。もう無理。前へ行って上がってステップ。上がりきれてないな。ナイパリ。もうちょい当てたかった。パリ間に合ってないな。うわこのこのうわうわあこのスーパーツバイモード。あアーマー忘れてた。いやこれ一回アーマーでやり過ごせた。確かにもうなんで忘れちゃうんだろうねアーマーのこと。621アーマーがまだあります。まあ、どうしたのやっちゃん。やっちゃんこれまあでもエアーに頼ったでも別にエアーが何かしてくれたわけなじゃないからな今までもな。うん私と621で切り替えてきた。よいしょナイス近づけ当てろナイス。よし なんだアサルトブーストしなかったかな今。なんか手が硬直してたあまりのうまいこと生きように。なんか私ってすごいっていうのになんか浸っちゃっててなんかアサルトブーストする頭がなかったかもしれない。痛い怖いよ。玄関から変な音するし。アイビス来たかもしれん。いやー今のみたいなのやったやっぱアーマー良くないな。アーマーしてるとなんか変なことしちゃうな。いつもと違うことしちゃうな。やっぱ後半までアヤマは使わないことにしよう。これもらいたいね。これもらえると思う。なんかバグっちゃった。アイビス前行くよ。前行って上がってステップ。よしうまい前。うわ、なんで当たんだ今の。うまい。命のかかったパリーですけども。後ろはパリーできないんだよね。でさ、なんで私騒音問題ないのかさ不思議だよね。本当に不思議。私がもうちょっとさ、もうちょっと世間からの目にさ、世間の目にさらされていたらさ、絶対なんか炎上してたと思うんだけど、なんで私騒音問題に見舞われてないんだろう。実家でエルデンリングしてたときに
隣に住んでるおばあちゃまから私の家の家庭状況を心配されてたっていうのはあるんだけど、とんでもない喧嘩を毎晩しているとは思われてたって、そのぐらいなんですよね私の騒音問題。この家ではね、なんかね、何もないんですよね、びっくりすることに。白積みなのがバレてしまうんですけど、一番嫌なパターンは訴えられてる、そう訴えられてるけど私まで話が降りてきてないパターンだよね。その管理会社までは言ってるけど管理会社が私に言ってきてないのパターンが一番嫌だよね。でもなんかさ、そんなさ私にさ忖度するさ理由もないもんね。前行くよ、前上がる。な、私に気使う理由もないからな。おいしょ。え、そうじゃん？思うよね、これと隣に住みたくないって。でも本当に聞こえてないんだと思うんだよね。てかね、隣人がいない説はあるんだよね。多分ね、隣もねいないし下もいないんだと思うの。奇跡的に、わかんない、私がいなくしたんだったらどうしよう私がいなくした説はあるかもしれんけど、多分いないんだよね。これね、拾いたいね、拾いたい拾いたい。 OK、 あ、上がれ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 、当てろ、ナイス、完璧、エネルギー回復、うまい、上げよっか、上がるよ。第2段階のさ、フクロウをさ、どう避けるかだよな。上上がれ、今動き悪かったな、私よくなかった。エネルギーあるんで浮いてみてから避ける、ナイス、当たるはず、すれ違いだもん。うん、それは、あ、2発目にしようか。1発目はステップで避けて、2発目パリ、3発目ステップだよ。2発目の時も、3発なくて2発目までの攻撃も一緒。1発目はステップで避けて、2発目をパリ。そう決めよう。決めた方が楽だから、決めた方ができるから。見てから避ける。そう。わあ、ミサイルにも反応してんのかな、この子。ミサイル先に押してるせいで多分手裏剣当たってないな。嘘。ここまでか。気鋭系だと気鋭系じゃなくない、私。きちんと日本語は喋ってない、大きな声で。いや、多分ね、夜勤とかじゃなくてね、そもそも人いないと思うんだよね。あのさ、隣に人が住んでるか住んでないかってさ、どうやって確かめんの。多分隣も下もいないんだよね、多分。なんかね、ピンポンのところになんか紙挟まってるから、なんか整備済みみたいなさ。人住んでてさ、それ挟まってるパターンあるかなと思って。見て。なんかクリーニング済み的なね、シールというかなんかカードみたいなのがインターホンのとこに挟まってるから、
私はいないんだろうなって思ってるんだけど、どうかな。人ともちっとも合わないしな、この家。 OK、 うまい。いやー今パリ決まってないのか。浮くよ。うまい。見てから避ける。うまい。うわー今のとかでアーマーなんだろうな。今の突っ込んじゃってるけどもう止まれないパターン、止まれない場合。パリ、あ失敗した。今さスタッカーバリ溜まってたからやってみました。アーマー浮いとけ。いいよ、うまいな。受けんのうまいですよね。私もなんかもっと褒めてほしいわ。褒めてない、いや褒めないでいいわ。調子乗るから勝ってから褒めてください。ただ褒めないでそこはかとなく私がうまいってことを匂わせて、うまい感じで日本語特有のなんかぼかし方で、それとなく私が自信にがつくように良いところを認めつつも励ましはしないで、生優しい言葉はかけないで。それ一発目が横、両方立て、前上がる。 OK 下がる、エネルギーない。うまい。あ、嘘、そ避けられなかったの。こんばんは。見ていて楽しいって。本当ですか？見ていてイライラしませんか？そろそろ倒せよって。楽しんでいただけたらないんですか？ゲーム歴は長いんですか？だって、うまっ！え、うまっ！官僚の方？霞が関やろ、これ。ゲーム歴は長いんですか？っていうことによって、どちらさんゲームが上手ですね。みたいな直接的ではないにしろ、スキルを褒められているっていうことは伝わるよね。うまっ。アイビスの FCS 壊れてるのか。うまっ。確かに私のうまさを褒めるのではなく、アイビスの故障かな。いやそんなに受けれるはずないもんな。うまいですね、遠回しに褒めるのが。気持ちいい、気持ちいい。逆張りせずに気持ちよくなれる。やっぱ普通に褒められちゃうとさ、ムキってなっちゃうからさ。私が女で右側に喋る絵が、ん？口をパクパクさせながら動く絵がさ、ついてるから褒めるんでしょって思っちゃうから。オッケー、パリー、ナイス。うぐー、いやーちょっとアーマー使うか迷ったけど、アーマー後半に、まあ、アーマーは後半に取っとくことにした。このさ、この高低差でさ手裏剣当たらないのさ、500億回やってるからいい加減回転しない？マジでこの高低差でだって当たんないの知ってるでしょ。もうい
いいよ。くそ。うわー、今の当てたかったな。うわ、痛い。パリは間に合う。前へ行って上がってステップ。当てられるはず。2発当てたかった。エネルギー回復したいところ。 OK、 当たる。いや、そのまた高低差で当たらない下り、さっきやったよ。これさ、分かった。ミサイルってさ、このスタッカーを回復させないために使うのか、もしかしてだけど。ミサイルがあることによってなんだかスタッカーが減っていない気がする。はい、読み、末違い読みです。今の前行くよ。前行って上がるよ。それ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 、それもうやった。それもう見た、それもう見た、それもう見た。上すぎて当たらないやつはもう見た。よし。うわー、でもなんか通過率上がってきたな。敵コーレル反応停止。待て、まだ終わっていない。通過率上がってきたね。ちょっとリロードしよう。うらやましい。エアちゃんもなんかそういう感じでさ、エネルギー供給ないの？この最初の2発って何やってる？ちなみに縦横からの縦、横からの縦か。オッケーオッケーオッケー、分かった分かった。横からの縦ね。エネルギーね。あー、それはいつものか。オッケーオッケーオッケー、分かった分かった分かった。オッケー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 、分かったから。で、ボコされたわけじゃない。理解だから。理解の回だから、これは。全然ボコされてはないんですね。一見そう見えるけど。いいよ。ほい。オッケー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 、よう避けた。ちょっとね、盾がなくて不安だったんだけど、盾ない中でようできましたと。前行くよ。前行って上がるよ。当たる。完璧。2発当てたいところ。完璧。よし。浮いてから避ける。そうだね。前、前。オッケー。これ当たるんじゃないかな。逃げられたか。エネルギー回復するわ。一回降りて上がる。大丈夫大丈夫、まだ大丈夫。 OKOKOK、 落ち着こうか。逆に避けると近づいてくるから、向こうから。ほら、今ほらね、すれ違いざまに当ててやった。もうそれ、その動き知ってるよ。大丈夫、前行くよ。前行って上がるよ。で、降りつつ手裏剣。ナイス。降りつつの手裏剣。高いまま振ると当たんないからね。うまい。
回復しとこう。見てから避けるよ。見てから避けても当たらない時もあるから、どんまい。あ、見てから避けても当たる時もある。ごめんごめん、アイビスがさ、私のコントローラーで動いてるっていう意識が強すぎて、どっちが私か分からなくなってきちゃう。いいよ、あぶねー。スタッカー取られちゃった後のさ、攻撃が何かでだいぶ変わるよね。今当てられたな。前行こうか。前上がる。一回降りるよ。一回降りるよ。降りて。そう。そう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 。危ねえ。まあ、一発無駄にしたけどいいでしょう。その降りて上がってのやつは、ん？違う。下行って上がって。下行って上がって。でブースト手裏剣か。うわ、なんかバカみたいな動きしてたな今。この数分間私意識なかった。そのすれ違いもね、手裏剣当てられますけどね。本当だったらこれ近づいて上がってステップ、近づいて降りて手裏剣。一発当たった？当たってもない。まずい。うーん、下手だな。パリ成功すると100いくつになりますからね。合ってないね。でもなんか見えてるな。前行って上がる、近づく、距離の問題ではなく高さの問題。2発目パリーで逆サイドに避ける。そうだね、パリー。うまい。突進良くない、突進良くないです。今のは待ち受けられたけどタイミングが遅かったね。今のは何だろう、今のはマジでよくやっちゃうけど、どうやって避けたらいいのか分かんない。なんか気づいたら避けるためにステップしたはずなのに、避けた先に避けようと思ってた攻撃があるやつ、これ何なんでしょうね。上がってステップ、なんでだろうな、今のは。なんか追われたな。うまかったな。合わせてきたな。パリよ。オッケー。単品カッター、マジで合わせてくるの何なんだろう。単品カッター上手くなったよね、この人。今日で急にめちゃめちゃさ、なんか軌道修正かけてこない。もともとこんな上手でしたっけ。わ、今当たったんだ。後ろに行って回ってもダメなんだ今のって。なんか初めて後ろに抜けてみたけど、また下から。まあそうだね、もうそんなね、新しいことを試す段階でもないと思う。やるべきことの精度を上げる段階だと思いますけど。慌てないでいい。エネルギーを回復しつつ、
いいよ。エネルギー回復しつつ。逆サイド。これなんで当たるんだろうな。この X さ、真後ろにもさ撃てるのはちょっと訳がわからないけど。超でかいバッテンだからしょうがないのかな。後ろにも届くぐらいでかいバッテンな。ナイス。避けれるよ。見てから避ける。そう、うまい。これうまいよ。2つ当てられるよ。めちゃうまい、めちゃうまい、めちゃうまい。このめちゃうまスタッカー欲しいんだよ。なんで読むの。見えてる私の動きが。今のとか完全に読まれてたね。よくなかったな。遠いとね、空避けられるんだけど、そうじゃないんだよね。いや、いけるぞこれ。だいぶ調子いい。もうすぐじゃん。変なことしてリペアを使わないようにしよう。やるべきことだけやろう。まあ、いくよ。当てる。うますぎ。変なことでリペアを使わない。変なことでリペアを使わない。いけるはず。無駄。ああ、本当に無駄。このあと1ミリが、あと1ミリが倒せない。あと1ミリがリペアだって。リペアリーで、あと1ミリまで来てたのにな。ああ、ひどい。同じだ結局。何がいけなかったんだろう。いやーマジでリペア1個も使わない状態でさ、ほぼ半分以上削る。うわー、くっそ。厳しい。マジで ちょっとダメ。本当にね、気張っていかないとダメだよ。ちょっとダークソル2並みに気張って1ミスさえも許されない状況であるということをもっと分かってやった方がいいな。うん、この地面からの攻撃どうしてんだマジで。今回地面からの攻撃にボコされたな。地面の攻撃、どうしようかな。なんかさっき結構生き残れてたのは距離を取ってたからなのかな。アイビスターンの周りにいなければなんか池からの攻撃食らわないのかな。当てる。ナイス。エネルギー。
前、前行って上がって近づけ。当てるよ。2発当てる。まあ当たんなかったら当たんなかったで。エネルギー回復したから上がる。ナイス。多分すれ違ってくるから当てたいけど当たんなかったね。逆サイド、オッケー。うわー、これ手裏剣待機してなきゃダメのやつだ。すれ違ってくる。まずい。マジいなくなる、いなくなる判断がさ、すごい早いね。多分本当に私がなんかこう攻撃ボタンを押した瞬間にいなくなってるんだろうな。前行くよ。前行って上がって。よし。うわー、エネルギーなかった。いやでもまだ当てられるはず。これもらいたい。今オレンジだから相手。でもエネルギーない。エネルギーなくてね、ブーストできなかった。でもこれ当てる。うまい。今みたいにね、アイビスマジこっちのね、殺意を汲み取ってくるから、コントローラーの入力という殺意を。なんもしませんけど、ただ通り過ぎてるだけですけど、通行人ですけど、みたいな顔して近づいて無知を当てるのが一番いい。あ、なんかやってんなーみたいな。花火かなんかかなっていう感じで口笛吹いて通り過ぎようとするとこにいきなり無知ですね。まだ終わっていない。再起動します。これがアイビスシリーズの進化ということか。左回りにしたいんだけど、なんか左、なんか左回りの方がなんか見やすいんだけど、でも右回りが好きなんだよな。よし。前行くよ。よし。エネルギーない。エネルギー管理できてないよ。喋んのやめろ。立て。んー、なんで、なんで私が行く方向に今いたの。なんで私が行く方向に今いたんだよー。なんで。私が硬派を打ってるとしか思えない。やっぱ打たれてから、打たれてからステップか。いやいや、打たれてからステップしてるはずだよね。だってこっちステップしてんのか。何もしないときにステップしてたら変人だよね。一応見てから反応してるはずなんだけど、どうして間に合ってないんだろう。パリ、ナイス。400か。60点だね。ちょっと今のはバカでした。あーな、あーあー、2個使っちゃった。返品、返品したい。リペア、まあいいか。リペアキット使わなきゃいいんだし、もうこれから一発も攻撃に当たんなきゃいいんだ。なんで連打しちゃうんだ。ナイス。なんか帰ってきた、わざわざ当たりに。腹立つね、その余裕の振る舞い。優雅だもんね、ずっとね、アイビスタンは。私がドタバタドタバタやってる間にさ、常に優雅なのよね、動きが。当てろ。うん、当たんないか。ほら、これ、これ
これ何？これ何？これ何？私がさ振った方向にさ硬波があるのってこれ何？そんな街の姿勢で戦って楽しいのか？全力出してください。いや、この私が全力じゃないと思ってるってなぜなんだろうな。私今こんなに汗だくなのに。全力じゃない人間がこんなに汗かくか。これもう間に合わない。よし、オッケー。アーマーとかやった後毎回ね、着てる部屋着絞れるからね、汗かきすぎて。見てから避ける。すれ違い読み、ダメか。前行くよ、前行って受け。なんで当たるんだろうな。一発目、高さ忘れないよ。高さ合わせてからムチ振る。高低差があるとムチは振れません。高さを合わせます、きちんと。そこは工夫してあげる。リペア2でいくよ。ナイスパイ！まずい。あー、間に合わんかった。結構時間かかりますよね、アーマー展開まで。私の目標はやっぱリペア2でいくことだからな。後半に え、そんなにうるさいですか？ごめんなさい。なんでそんな声がでかくなったんだろうね。ちょっと前まではさ声が小さい小さい言われてたのに。このマイクの針金をさ近づけよう近づけようと癖づけてる間に癖がついちゃったのかもな。口から離れる癖だったのが口に近づく癖になったっぽい。よいしょ。オッケー。見てから避ける。ナイス。ナイスじゃないのか。よう避けた。あと少しだと。はじめまして。イヤホン必須じゃないと思うんだけどな。ヘッドセットとかで聞いてる民なのかな、やっぱり。うっ、うますぎ。これが無知の威力です。パリ完璧。浮いとくよ、エネルギーがあるなら浮いとく。エネルギーがあるなら浮いとくよ。 OK、 肩パンタイミング見逃さない。前行くよ、前上がる、ステップ降りて調節。そう、
目線を合わせてあげる。ムチは必ず目線を合わせる。高低差があると当たりません。あぶねー、ちょっと今先立ちすぎてた。前に行っちゃってた。うわー、この私にリペアを使わせるなんて違うな。なんか当たってなと思ったらあれだった。浮いてなかった。浮いてれば勝てた。カバキッ、来た。うっあっ条件は揃った。アイビスシリーズの進化ということか。周辺コーラの拍子、環境からエネルギー供給を受けています。ジェネラが完全に破壊しない限り、この機体は止められない。エネルギーあるなら浮いておく、ないなら下がる。回復しとくか。一応縦横縦もうリペアなくなっちゃったリペアリペアやっちゃったもう落ち着いて冷静になって。袋来てる。一回これでやり過ごそう。一回うわ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 横からの縦だよな。でもよし、問題は肩よね。肩。いやでもさ、あの武器をさ、もう入れる場所がないんよ。パンパンなんよ。4つ全部さ、必要なものは入れたんだよね。これにプラスなんかこう決め手にかけるっていうのも私も分かってて、重々承知でさ。でもね、右手言いますけど、右手っていうのは、あれなんですよね。常に押しとく武器じゃん。だからそれが強すぎると違うの。決め手の武器にしたいのね。だから、変えるとしたら右肩なんだよね。まあ、シールド固定じゃん、ムチ固定じゃん。で、左固定ないよ。右の二つでどうにかやりくりするしかなくて。右肩なんだよな。でもね、このミサイルね、あの視界の邪魔ならないから結構好きだけどね。まあ、当たってないのはわかるんだけど、当たってないからこそ弾のチャリンが気持ちいいっていうのはあるんだよね。まあ、グレはありえないですね。まあ、もうちょっと負けたらね、変えようか。ミサイルいい感じだからさ、でも。今日もうほんと苦渋の決断で、涙を飲んで、ミサイルしょったわけよ。だからもうちょっとミサイルであがいてみようよ。なんだ今の。まだ早い。私にはムチとパリーがある。まだいける、まだあがこう。
一発目のリペアをね、もうちょっと大切に使うべきだと思うな、私。よいしょ。当たってないね。前行くよ。前。上がる。近づく。よし、2発当たる。オッケー。し。言うてね、これでね、マジで強い武器持っちゃうと、無知が強いから、多分ね、勝ちすぎちゃうと思うんだよね。今がちょうどいいバランスではあると思うんだよな。やるね。前行って上がってステップ近づけよ。目線合ってるからムチ振っていいけど、激長バックステップ食らっている。当てるはず。 OK。パリーからの右、うまい。すれ違いざまの肩パン。パリーうまい。前行って上がって、目線合わせてからムチ。なんだその小賢しい避け方は。右武器強くしたんだけどね。マシンガンよりは強くようになったけどね。ちっちゃいマシンガンのことね。ライフル結構強くなったと思う。あー違う、これ横ステップだ。うわー待って、間違えた。ノットバーストライフル。I know not burst rifle。 うん、もうちょっと試そう。そんな全世界から批判されるバーストライフル君がかわいそうじゃないの。パリうまい。バーストライフルが批判されてるんではない気がする。私の使い方がダメな、それは分かってる。でもやりたくなっちゃったもん、しょうがない。当てるよ。あー、よう避けるわ、本当に。よう避けるね、目がいいね。前行くよ。上近づけ。目線が合ってる、入るはず。2発完璧。これでムチ以外のところで浮いてからステップ、うまい。ムチ以外でスタッカーを取れると、スタッカー中にムチが決められてマジで最高の展開になるんだよね。それ当たるのはちょっと納得できん。当たる。前上がるステップ近づく。2発当てる。
当たっていないこともある。 OK。 それはなんで避けられないのかはちょっとわからないな、私な。ほんといやらしいとこってさ、斜めの硬派なとこだよね。上下にも避けてもダメだし、左右に避けてもなんかダメだし。これが横一直線とかさ、縦一直線だったら話は変わったんですけどね。あ、ほんと完全に私が打ってる時に避けてるな。打ったタイミングで避けてる。よくわかるよね、止まってるところから見てみると。アイビスたまに暇するじゃないですか、なんか。その時にさ、中指クイッて押すだけで動き始めるからね、ちょうどそのタイミングで。あれ、なんで今パリ、あれ展開されなかった？待って、中指と久しぶり間違えちゃったかな。いや、四脚ね、クイブね、ほんとね、空中じゃないと避けらんくて、私のタイミングがまだ悪い可能性あるけどね。500億時間今やってるんですけど、それでもなお私のタイミングが悪いのかもしれない。なかなかあんまりクイックブーストを信用しすぎない方がいい気がする。 OK、うん、届かんね。まあもう鱗張ったんで、デカールをね。ちょっとこの四脚が気に入ってるんで離れられない。今さら変えることはできないので、腕と足を変えるというのはちょっと選択肢から除外してるかな。できるだけプレイヤースキルでなんとかしてあげよう。すれ違いざま、ガタバンタイムだったんだけどな。ちょっと判断遅かったかもしれないですね。今の当たんないのはちょっとさ、アイビスさんへのさ、アイビスさんへの忖度じゃない？ちょっと今当たったでしょ、どう考えても。2センチ足りなかっただけでしょ、だってそれ。前行くよ、前、上がる、ステップ、ブースト、手裏剣。くー、間に合うけどさ、食らうよな。その前のさ、この勾配からのレーザーも普通に痛いんだよな、クロスのパリ間に合ったとしても。その激長バックステップ一回封印してもらっていいか。便利すぎるでしょう。あんたもうそのバックステップ使って遠くからちまちまレーザー打ってるだけで勝てますけどね。それだとね、無知を当てる暇がなかったからね。あなたのそのなんていうんですか、おごり、そこをついて勝たせていただきますけど。うん、来い。あー、なんか片番タイムなくなっちゃったな。ちょっとどうにかしていくしかないな。マジでむずい。問題はさ、まださ、後半の練習ができないとこ。
もっと後半の練習をしたいのに。ここの通過率をもっと上げていかないといけないんだよな。フクロウね。フクロウはガチで問題。でもね、フクロウさ、浮いてる時って避けれたと思うんだよね。100発100中で当たってるわけじゃないと思うんだよね。フクロウって。チャーティー、ちょっとアイビス結構きついよ。けど武器も変えたくないよ。どうしたらいいかな。こういう時はね、友達に相談するのが一番ですからね。彼もやっぱ武器商人だし、適切なアドバイスをくれるかもしれない。結構ラットの武器も使ってるんですよね、私。てかさ、ラット?それともラット?私ラットだと思ってたんだけど、もしかしてさ、カーラとかってラットって言ってるかな?すんごい調光してます、チャティ。ビジター、ラットのチャティスティックだ。武器を変えたくないのはわかる。アイビスがきつい場合、以下のアプローチを試すと良いだろう、うん、1、トレーニングや練習を増やして現在の武器にさらになれる。そうね。武器のメンテナンスや調整を行い最適な状態に保つ。メンテ3、戦略や戦術を見直してビジターの強みを最大限に活かす方法を模索する。うん、4、サポートやアドバイスを求めるために仲間やラットの他のメンバーとコミュニケーションを取る。これによりビジターが現在の武器での戦闘をより効果的に行うことができるだろう。要件はそれだけだ。じゃあな。適切だね。なるほどな。でもちょっともう練習は本当に繰り返しやってるし、今はこうしてラットのチャティに助け求めてるんだけどな。ちょっとアドバイスが多すぎてな。いまいちちょっとどこから始めたらいいのか。今のアドバイスの中でどういう順番に始めていけばいいかな。なんかこう優先順位をつけてアドバイスくれると助かる。じゃ武器のメンテナンスはな、ウォルターがやってはないだろうけど、その整備班のさ、描写がないけど、どうやってんだろうね。621が自分でできんのかな?私の中ではまださ、621ってずっとさ、AC の中に寝たきりの状態なんだけど。なんか、ウォルターと621以外の人間見当たらんよね。業者を要求者で雇ってんのかな?今まではさ、ほら、修理代とかも。お。ラットのチャティスティックだ。はいはいはい。優先順位を考慮すると、以下の順番でアプローチすることを提案する。うん。1、トレーニングや練習を増やして現在の武器にさらになれる。いやもう500時間ぐらいやってんだよね。即時の結果が期待できる。何週間もやってんだね。サポートやアドバイスを求めるために仲間やラットの他のメンバーとコミュニケーションを取る。うん、外部の視点やフィードバックは新しいアイディアをもたらすことがある。うん、ちゃんとチャットの話聞けってこと。戦略や戦術を見直してビジターの強みを最大限に生かす方法を模索する。4脚の強みかな。これにより現状の武器でのパフォーマンスを最大化できる。4脚とムチは相性いいんだよね。武器のメンテナンスや調整を行い最適な状態に保つ。長期的な視点での対策として有効だ。この順番で進めることで効果的に問題に取り組むことができるだろう。要件はそれだけだ。じゃあな。
なるほどね。AC になると固くなりチャットのアドバイスを聞かない癖をどうにかしろってことだし。でもチャッティ、私こだわりが強すぎて、なんかあんまりチャットの話を素直にさ、アドバイス、人からのアドバイスを素直に聞けないの。どうしたらいいかな。やっぱりなんかダクソとかと違ってやっぱさ、アセンってさ、もう本当に極端にこう難易度変えられちゃうじゃないですか、アーマードコアって。だからなんかどうしてもね、まだ聞くべきじゃない、まだ聞くべきじゃないと思って逆張っちゃうんだよな。素直になる方法を聞いた方がいいかも。考えてるね。でもね、フィードバック。適切なフィードバックと、やっぱこう、おすすめアセン紹介はまた別だから。おう、はい。ラッドのチャティスティックだ。うん。こだわりが強いのは、ビジターの特性としての一部だろう。あ、うん。アドバイスを素直に受け入れるのが難しい場合、以下の方法を試してみるといいかもしれない。うん、気になる。1、まず、自分の気持ちや考えを整理する。なぜアドバイスを受け入れるのが難しいのか、その原因を探る。2、アドバイスを提供する人の立場や背景を理解し、彼らの意図や考え方を尊重する。3、アドバイスをすぐに受け入れる必要はない。一度時間を置き、冷静に考えてみることも選択肢として考える。もうちょっと負け、あと100時間ぐらい負けたらでもいいよね。アドバイスを受け入れるかどうかは最終的にビジター自身の判断だ。うんうん。他人の意見を参考にするだけで、自分の価値観や考え方を維持することも大切だ。ビジターが自分らしい方法で問題に取り組むことが最も効果的な解決策となるかもしれない。要件はそれだけだ。じゃあな。アドバイスを提供する人の立場や背景を理解したしろだって。どんな気持ちで天子おじさんが私にアドバイスをくれてるか考えろってことか。それはやっぱり純粋に私を助けてくれようとしてるのかな。それともだからアドバイスせずに得られないっていう感じのね、雰囲気ではないんだよな。 AC4 アンサーとか言ってるときはそういうのもあったかもしれないけど、あの子6に関してはなんかそういうあんまねないですよね。なんかコテコテのアドバイスっていうのやっぱ6すごいんだろうな。いろんなパターンで、なんだろうな、最適解的なものはあれど、まだこのボスにはこのアセンだろみたいなのがないってことでしょ。昔からそうなのかな、わかんないけど。あんまどこあって。でも、チャティってミサイルが好きでよく持ってるじゃん。他の人からミサイル、今話してるんだけど。チャティってさ、チャティってミサイルが好きじゃない。他の人にミサイル捨てろって言われたらどうする？悩むよね。アドバイス系おじさんは全員殺した私のスルースキルで。ラッドのチャティスティックだ。確かにミサイルは俺の得意とする領域ではない。他の人にミサイルを捨てろと言われた場合、ビジターの安全とミッションの成功を第一に考えるだろう。しかし最終的な判断はビジター自身が行うべきだ。
いやいやいや、ミサイルの取り扱いに関する判断はビジターの現状や目的、リスクを考慮して慎重に行うべきだ。要件はそれだけだ。じゃあな。ちょっとまだ分かってないみたいだね。自分がミサイル好きだってこと。得意じゃないけど使ってたの？あんなに使いこなしてたの？カーラに乗せられてただけなのかな？本当はそんなにミサイル好きじゃないの？し、チャティはそんな私に委ねてこないけど、これ親愛度マックスのチャティじゃん。ビジターとの、そうそう、ジャーナの言い方さ、パターン変えてくんだよね。語尾が上がったりさ、下がったりさ、かわいいよね。チャッティ、そろそろ寝なきゃいけない。けど、アーマードコアがしたい。どうしたらいいかな。考えてます。カーラを守るため、そうだね、ビジターを守るためとミッションの成功のためにミサイルを積んでるってね。ラットのチャティスティックだ。ゾロネの重要性は理解している。え、しかしアーマードコアの魅力もわかる。お、短時間だけゲームを楽しむことを考えるか、十分な休息を取った後にゲームをプレイする時間を設定するのがいいかもしれない。休息と楽しみのバランスを取ることが大切だ。要件はそれだけだ。じゃあな。難しいよ。いや、私にとってやっぱさ、アーマードコアこそ休息みたいなところもあるからさ。チャティ、人って何時間寝たらいいのかな？考えてるね。チャティは寝ないだろうしな、AI だから。なんかさ、アーマード…ビジター、ラットのチャティスティックだ。人間にとって推奨される睡眠時間はだいたい7から9時間だ。結構幅あるな。しかし、個人の体調や生活リズム、年齢によって適切な睡眠時間は変わることがある。うん、アーマードコアがビジターにとっての休息であるなら、ゲームを楽しむ時間も大切にしたいところだ。ただし、民からのサインを感じ取り、必要な休息をしっかり取ることも忘れ、ずに。要件はそれだけだ、じゃあな。忘れ、ずに。何なんだ。なるほどね。体からのサインを感じ取って休息を取りつつ。でもなんかちょっとはぐらかされてんな。じゃあ、チャティ、みんなにバイバイの挨拶、それと最後にじゃんけんをしよう。じゃんけんしてくれんのかな？ね、なんかちょっと取り繕ってるよね。本音で喋ってくれてないよね。まだ距離感じるね。ラットのチャティスティックだ。それではみんなに向けてバイバイの挨拶をするぞ。みんな今日も一日お疲れ様でした。また次回も楽しい時間を過ごしましょう。それでは、さようなら。さて最後にじゃんけんだ。さあ、ビジター。
最グー、じゃんけん、ポン、俺はチョキだ。どうだったかな？要件はそれだけだ。じゃあな。完璧だよ。お疲れ様です。